たりからちょっとやばいよね私ね。あ、全然気づいてない。あ、まあまあいいじゃないかな。そう流されてるのがねちょっと難しいよね。あ、やばい、私入っちゃってるじゃん。あ、いいよ、行ってみぽりんです。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。6時になりました。笑顔咲くハピママチャンネルです。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。みぽりんももうじき到着すると思いますが、はい、そうだね、はい、ちょっと席を温めておきます。はい、はい、マキさんが、はい、あの急遽こうね、喋、はい、りながらそのまんまいいっすよいいっすよ、なんかいてくださってありがとうございます。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。なんと今日は私入れるの忘れたね。あ、ね、ノーテーマになっております。大丈夫です。何おしゃべりしようかな。あ、ちょっとねあれですね、天気悪かったりして昨日寒かったですね。昨日寒かった、ね、かった。なんとなくなんか 気圧のさ変化とかさ、うん、そういうのもあってさ、あ、そっち、あ、そうそう、あの今カメラを直してますね。逆やっちゃったの。そう、逆やっちゃった。逆やっちゃいましたね、うん、うんうんうん、はい、なんとなくこう気圧もちょっと変化があったりして ね今も降ってきたんだよね。なんかちょっと降ってきた。そうそうそう、降ってます、うんうんうん、はい。まあさ、昨日寒くてさ、今日はねあの昼間とかは晴れてたからさ暑かったけどね、うん、だんだんあれですね、夏になってきますね。そうだね、うん、でということで今年の夏何やりたいですか。めっちゃ撮ってる。今年の夏、うん、何かちょっと特別なこと、今年の夏やりたい特別なこと。特別特別といえば、うん、あの今年の夏に限らずなんですが、うん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 、いつか夏にやりたいこと、うん、いつか夏にやりたいこと、ビキニをね、え、わお、着たいな。へー、わー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 すごい。まあ今年はちょっと無理かなと。いろいろね、諸事情もありつつ。え、マキさん、あれ、一昔前は来てたんですか。来てましたよ。私ね、こう見えてもね、昔はね、うんうん、すっごく細かったんですよ。うん、20何キロぐらい細くて。あ、今より、うん、今よりガリガリでね、もっと太った方がいいよって言われてたんですよ、30歳くらいまでは、うんうんうん、それが今となってはね今となって、ねね、それまではでもなんかグラマラスな感じで本当だよ、ね、じゃないですか。ありがとうございます。ものはいいよね、さすがもうグラマラス、グラマラス、グラマラス、うん、やっぱさ、それなりに年齢を重ねたらさ、うん、なんか若い時ってやっぱり結構ね、私も細くてガリガリで、うん、親から鳥柄みたいだねって言われてたんだけど鳥柄ってすごいね、鳥柄って言われてたのね。美味しくはないんだよね、残念。出汁は出るかもしれない、身はないからさ。あ、そっか。そうだけどやっぱりそうだね、なんかさ、高校時代あたりがさ、うんうんうん、いい感じの体重で、今それより多分プラス10。10。プラス10。プラス10だったらよっぽど細かったんだね。プラス10。まあ、すごいね、どんなこうさ、44キロだった。あ、高校時代が161センチで。うん。細いね。細いのかな、うん、細い細 細い、めっちゃ細い。私150プラス10って言っちゃったから、あ、バレちゃった。私152センチ、2センチで38キロだった。あ、え、何センチなんですか。152だって。私とあんま変わらない。え、嘘、私何センチ。私153、なんか1センチしか変わらない。あら、もう意外に、もうちょっとなんか背が高いと思ってた。本当、うん、大きく見える、ちょっと大きく見えるのかな。でもあれだね、かわいい、かわいい図だね。かわいい図、いい図、ちびっこ、うん、あ、来たよ、みぽりん。あ、みぽりん来た。なるほど、まきさんのじゃあ今年の夏じゃない、いつかの夏、いつかの夏、うん、今年はやりません。やりたいことを聞けたのでよかったです。そしてみぽりんが来ました。そうですね、まあ、じゃあ交代します。せっかくだから、まあなんか急に思いついた、夏何やりたいっていう。みんなでビキニ着るの。みんなでビキニ、どうだろうね。撮影会やんなきゃいいじゃん。
青木さん撮り来ちゃうんでしょ、撮影会、撮影する人もビキニ着るんだよ、撮影する人もビキニ着る、撮影する人もどういうこと、そうやばい、そうしないとビキニーズのビキニーズに参加する人はビキニをみんな着なきゃいけない、男女問わず、そう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 、はい、はい、ミポリーどうぞミポリーいらっしゃい、オッチです、はい、今ね、そういうこと、そういうこと、男の人ビキニーズ女、はい、男の人ビキニーズ、はい、あいいね、やっぱこうしてしっくりくるね、はい、ミポリンお疲れ様です、お疲れ様です、今ね、なんかね、うん、何もノーテーマだったんだけど、マキさんも座ってくれて、うん、お題が、うん、今年の夏何かやりたいことはありますかっていうことで聞いていてね、うん、今年の夏ね、でマキさんは今年の夏じゃないんだけどっていう、うん、いつかの夏、うん、いつかの夏ね、今年でビキニを着たいと、おー、はい、すごい、見てみたい、 いいよね、いつになるかわかんないよ、おー、見てみたい、ちょっとぜひその時はね、私もご一緒させていただきたいですわ、ね、私もね、10年くらい前に買ったビキニね、まだ取っといてある、おー、いや、ゆかりんあんまり体型変わってなくない？いけると思う、私のピークは実は高校時代で高校時代やっぱ今よりね、あ、ピークが、そう、7キロくらい、ま、太ってて、沖縄で撮るね、あ、いいね、あ、なんか開放的になりそうね、ビキニーズ、いいかもね、ビキニーズ、ビキニーズ、ビキニーズ、沖縄出張編みたいな、静岡県だとね、ちょっとね、開放的に、ね、確かにね、なんかさ、沖縄だとね、バーってね、うん、ちょっと開放的になってね、いいかもしれない、いいね、いいね、あ、なんかすごいすごい、ノリノリなんだけど、一番ノリノリあの撮影班撮影班プラスビキニーズだから、青木さんもビキニだね、そうだね、そうそうそう、青木さんもビキニだよ、こうやってビキニで、ここもでしょ、そうそう、いやだ、なんかあんのかね、ここちゃんと三角ビキニで足入れてるなんか余計気になる、足入れらない方がいいよね、なんか余計、余計気になる、でもさ、なんかお星様みたいなセシールとか、ね、なんかあるのかなってね、なんか面白い、きっと面白くて笑えるよ、うん、なんかすごい張り切ってるんだけど、ね、すごい嬉しそう、沖縄ツアービキニーズ沖縄ツアー、元気になっちゃったね、元気になっちゃったちょっと青木さん計画立ってて、それに向けてね、じゃあみんなでビキニを着れる体型にね、飛行機、うん、飛行機沖縄久米島、いやー、どう、マンザビーチ、マンザビーチでもいいよ、ノリノリ、ノリノリだね、体が揺れてる、じゃあなんか私たちもビキニーズへ向けてさ、そうだね、ちょっとね、歩み出さないといけないんじゃないですか、うん、そうだね、あら、まあ、ビキニだとお腹を、ね、まあ私も若い時はね、うん、ビキニーズだったよ、うん、20代みんな着てるよね、ビキニーはね、だけどさ、普段お母さんになるとさ、うん、何ラッシュガードとさ、なんか長いこういうさ、スパッツみたいな、あ、確かにね、なんかそんな感じあの得意のエアロビーはね、本当、ね、すごい10分、今まで何分だったんですか、あ、すごいプラス3分、プラス3ですね、レベルアップしてもう2週間すごい、なんか変化は、あ、もう体軽いよね、軽い、全然違う、エアロビって結構ハードだよね、うん、今初級だけど、もうそろそろ中級やるからね、ずっと走るやつ、まあ、出たよね、体も大事だね、そうだよね、大事大事、ね、私もさ、何もやってないけどね、うん、ね、絶対、うん、私ラジオ体操はね、週5でやってる、あ、そうだね、あの、本気でやってる、本気でやってる、本気でやってる、あ、それ偉い、うん、それ偉いよ、うんうんうん、第1第2しっかり、本気のラジオ体操はすごい、うん、いいよね、そうだね、本当にそう思うよ、学生の時はダラダラだったけどね、なんか、うん、そうそうそう、やると本当伸びるしね、伸びる、ね、本当、うん、大事だよね、熱くなる、熱くなる、もうラジオ体操やるだけで
ラジオ体操いいね。ね、うん、なんでやる気やってる人いらっしゃる。ラジオ体操やればいい。まあちょっと優しすぎちゃうかな。まあまあ、楽しくやってればいいかなっていう感じで。ね、そうなんかさ、みぽりんゆかりんはさ、うん、なんか夏にさ、まあ、今年の夏とかさやってみたいこととかありますかっていう聞いてる私がないなとか、うん、何かなとかって今考えてるんだけどね。夏ね、うん、やってみたいことね、うん、やってみたいこと、ね、なんかさ、うん、考え出すとあれなんか考えてなかったか分かんないみたいな、うんうん、マキさんよく出てきたよね。ねえ、ねえ、ビキニすごい。なんかでも普通単純になんかほら何年か前か一緒に海行ったじゃん。うん、あ行ったね。あれも楽しかったね。楽しかった。ね海ね海ね私行かなかったけど ね。もうね何年も行けないんだろう。でも息子ちゃん連れてったから。そう一人でも平気な子っていう。いや楽しかったよね。楽しかった。あの静波の海行ったけど。波に遊ばれて入ってすぐダブーンって全部全身かぶるっていう。いや大人大人はほとんど海の家の中で待機みたいなね、うん、子供たち遊んでるみたいな、ね、自然だからさ、うんね、楽しかった。まあそれはね良かったよね、うん、いいかもしれない、うん、なんか、うん、ああやって静波とかって、うん、あそこまで行って、まあ、水着て行っても、うん、やっぱ帰りにこう、うん、洗って着替えて車に乗るっていう、うん、その一手間がめんどくさくて、ね、だったらなんか伊豆とかそあっちの方の民宿とか あところだったらもう水着で行って水着で帰ってくるみたいな、うんうん、あそれが楽だね。でも民宿でもバーってシャワー浴びれたりとかお風呂入れたりとか、あ楽だね。そ そういうのもいいかもしれない。そういうのグランピングがいいよ。あグランピング行きたいんだよ私、うんうん、いいね。いや昔さ私さ、うんうんうん、またさあんたさうちの上の子が2年生などくらいまではさキャンプばっかり行ってたのよ。で最初はさ、うん、テント持ってってテント張ってとかって言ってキャンプやってたんだけど、うん、だんだんテント張るのがめんどくさくなって畳むのもめんどくさいしね、うん、でコテージに変わり、うん、あそれもいいね。でもねコテージ良かったんだよ。コテージは本当に寝るだけでしょ。だから外であのバーベキューとかそういうのやって過ごしてたんだけど、うんまあ、今はさなかなかこう準備してっていうのほらもう家事もやらない私だからさグランピングはでも行きたいの。そうだね。なんかあの快適じゃん。快適だよね。快適だしさ このさおなんか自然も味わえるし。どこだっけ川根にできたんだっけ島田だっけ。え島田にあるの。あるよ島田にできたよね。そうなんだ、そうなんだ、うん、へえ。廃校になったところにあったねえ。なんかできたみたいね。そうかっこいいのできてる。こういうのね。へえ、そうなんだよね。今ね青木さんがすごい、あのグランピングのね画像を見せてくれ。あこういう感じなの。かわいいね。こういうのできたんだよ。へえ。ね、さグランピングはさすごい快適じゃん。ベッドもあって、うんうんうん、そうねえ寝れるし。それがいいな。それでそういう自然もなんか味わえるから、うん、なんかすごいいいよね、うん、まあ3万円くらいすんのかな多分 ね結構すんだよね。2万円台とか。あそうなんだ、うん、3万円くらいするんじゃないかな。結構高いんだ。結構高いんだよねグランピングはね。あでもいいですねグランピング。うん私ねずっとやりたいと思ってたからなんか近場でいいじゃんね。ねえ近場だしね。あの青木さんが代弁してくれたかもしれない、うん、夏にやりたいこと、うん、本当だね、うん、結構どうグランピング。やっぱ2万円台3万円台とかですかね。そんな感じかな。食材も持ってくの。そう全部ね用意してくれる。そうだからいいね。手間がさかかんないから、うん、かかんないからそれがいいよねと思う。へえ、うん、それはいい、うんうん、ねえなんか今増えてるんじゃないかな、うん、焼くだけって感じ。そう多分材料とか全部用意してくれてると思うから。それいいね。うんサウナもあるの。そういうとこ探せる。なんかさ、ね、前はさ前はさ普段、うん、やっぱさあの私突発的にこうしたいっていうのがさ出てくるもんで、うんうんうん、もうさ
よし今日キャンプ行こうみたいな感じ。そうだったの。そんな感じだった。すごい急だね。そう、それでさ、あのそんなモードでさ梅ヶ島とか行ったりしてね。うん、あ、梅ヶ島じゃん。うん、だけど、いいね、そう、うん、なんか河原でキャンプしたらすごいブヨに刺されて。わおわお。私はそう何でもなかったんだけど、やっぱブヨってすごい大変でさ、あの。多少熱出たかもしれない、腫れて。ほんと、そうなんだ、うん、そう、あのちょっとやっぱブヨはね、そっか、そこの対策もね、綺麗な、その川で綺麗な川があるところって、うん、やっぱブヨが出るもんで、うん、夕方くらいからね出るから、うん、やっぱもう長ズボンでこう皮膚出さないように、うん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 、しないとねちょっと危険なので、で、うん、そう、梅ヶ島は本当のプランで、そうやって河原でキャンプをしたら、うん、朝ねちょっとねちょっと離れたとこなんだけど、うん、イノシシがさ、うん、こうさ山に帰ってく感じこう多分里に降りてきて夜中に降りてきて、でイノシシの群れが山に怖いそう、あの遠くてよかったと思ったんだけどさ、 あっちの方じゃなくてよかったと思ったんだけどそう、ね、イノシシの群れがあれでしたね、ゾロゾロ山に見つかったらなんかね突っ込んできそうだもん ね、 、うん、そうね、なんかちょっとね目がけて怖い怖い、ね、と思って野生のイノシシ、そうそうそう、野生のイノシシがいたりとか結構ねそういうね、あのサバイバルみたいなのを自然の自然やってたんだよね、うん、あと上高地の方のねキャンプ場のコテージとかね泊まったりとか、すごいすごい景色もよくていいね、あの好きでしたね、うん、まあグランピングにしとこう、そうしたら私は夏やりたいこと、うん、今年の夏、今年の夏やりたいこと、いいね、うん、いいね、ちょっと青木さんの ね一言でね、うん、出てきた ね多分青木さんこうさ、うん、なんか今日やったらさアイコンタクト取ってくるからさ、うんうん、きっとさ通じてるんだと思うんだよ、本当だね、本当だね、なんかさ画面がおかしい、青木さん大変だ、動画、あ、すいません、復活した、よかった、うん、今さ映ってなかったのかな、うん、ちょっと映ってなかったね、あ、そうだったんだ、ね、よかったです、あの復活して、ひっくり返した、あ、触ったでしょね、シュン、あ、そうか、どっか押しちゃったんだはい、まあまあ、はい、良きと思います、うん、はい、ね、でそうだね、なんかそう、そう、ね、ゆかりに海行きたい感じ、そう、ね、ミポリもどう、私ビールとか飲めないけど、うん、なんかビアガーデン、へー、ビアガーデンさ、私行ったことあるんだよ、うん、でもビールは飲まないんだけど、あの雰囲気が好き、まあさ、ミポリンさ、ほら、うん、梅ジュースで酔っちゃうじゃん、酔っちゃうよ自分で作った梅ジュースで、はい、コメント発酵してる、かカトップさんかな、お疲れ様って入ってます、お疲れ様で す、 様です、今日も一日お疲れ様です、ありがとうございます、お疲れ様、はい、どこに書いてある、あ、ここよ、ここそっちか、一生懸命こっち見て、そうそうそう、でもねちょっとね私も老眼に入っが入っているので見にくいんですけど、はい、目が良かったからね、やっぱ老眼来るね、本当、うん、ずっとさ裸眼で、うん、うん、来てたからやっぱ急に来るね、本当、ね、急に来る、そうなんだ、急に来る、私目悪いから、目いい人の方がさ、そう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 、老眼早いとかって言うじゃん ね、 うん、そうだね、うん、私目いいけどまだ粘ってるすごい、やるね、やるね、やるね、目は強い、はいはいはい、そうそうそう、ビアガーデンね、ビアガーデンね、あの雰囲気がさ、いや私さあんまりさ経験ないかも、本当、私、うん、ビア飲まない、パルシェの上とかね、パルシェ、うん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 、ビア私も飲まないよ、もうやってるのかな、どうだろうかね、6月7月、あ、そっか、7月ぐらいかな、くらいか ね、 7月くらいかな、でもコロナでどうだろうね、うんうん、今年は、うんうん、今年どうでしょうね、だけどマスクもさ普段屋外ね、うん、外してもいいっていうのも出てるからさ、うん、ね、そうなんだ、うん、
もう暑いもんね、だって。もう窒息しそう。夏のマスクは本当にね、やっぱ暑くなってきてからすごい、うん、こうさやっててもさ、うん、ちょっと浮かしてみたりさ、うん、こうやってね、こうやって、わかる。そうそうそう、ちょっとね空気入れないとね。そうね、だからちゃんと呼吸をしましょう。そう、ね、深呼吸大事だからね。大事だね、本当に。呼吸をすること大事ですね。今日もほらさっきまで焦ってて、焦ってる時こそ深呼吸と思ってふう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 言いながら、ふふって言いながら、うんうん、そうご飯作ってたよ。ふふふやりながら、ふふやりながらね。ふふってやりながら、手元もちょっと呼吸も忙しい。呼吸も忙しい。ふーって言いながら洗濯もこうやって畳んだよね。でもなんか大事。そうだね、それすごい大事だね。大事だね。なんか私は結構さ、うん、浅い呼吸だなっていうふうに思ってさ、うん、普段ね、うんうんうん、確かにね、何気なくうっかりするとね、そう、うん、そう浅い呼吸だなっていうふうに。そう思っちゃうから、うん、深呼吸してって言うとさ、すごい苦しくなるんだよ逆に。え、そんなに吸えますか？慣れてないからね。そう、いつも浅いから。じゃあさ、私さ、時々、うん、そのヨガに、まあ、月一は最低、うん、ヨガに最近行ってて、うん、やっぱいいよね。すごい呼吸が終わったほど深くなるから、うんうん、あ、そう、体も緩むしね。いいね。意識的にね、うん、そういう時間作るのは大事かもしれないね。大事だね。どんどんどん緩めて解放していくってすごい大事。この時代すごい大事で、軽くしていくって大事だから、うん、そうだね。あ、そうそう、なんかね、スピリチュアルの話なんだけど、うん、やっぱさ、体のさ、こういろんなところにさ、うん、いろんなこの何こうさ、うん、過去性のものだったりとか、うん、なんかいろんなところにあるんだなっていうのに最近気づいて、うんうんうん、まあ去年もね、あのシータヒーリングのなんだっけアナトミークラスとかね、うん、受けた時に、うん、あの体の部位ごとに今日は目の日とか、うんうん、心臓の日とか、うんうん、肺の日とかね、うんうん、なんかそんな感じで、うん、各部位のリーディングを徹底的にこうやってね、その部位ごとにこう思い込みとか、うんうんうん、そういうのが入ってたりするんだけど、うん、やっぱ最近それもすごくなんか感じてて、うん、すごい、そうなの、そうなのね。まあ、前回さ宇宙語喋れるようになりましたよっていう話をしたんだけど、うん、そこからすごく感覚が敏感になってて、うん、なんかいろんなことが分かるようになってきたんだけど、うん、そうなんですよ。で、うん、こうちょっとさ細かく見てるとさ、ほんといろいろ出てくる、いろんなところからね、ピコン、え、どう見えるの？ピコンって飛び出すの？うんとね、うん、なん か感情、やっぱり感情がさ、うん、なんかこっからさピコンって出てきたり、こっからピコンって出てきたりするわけよ。それをね、うん、ヒーリングしていくんだけど、うんうん、なんか ね、いいね、ここに何かがあるんだよ、詰まりが、詰まりが、うん、ここどこ、うんうん、そう、出てくるところに詰まりが、血管とかじゃなくて、なん、どの部位に、ほんとね、わかんない、この辺とか、ひどくなるとわかんないよ。それこそ眼科する可能性もあるかもしれないしね。だから過去性とかのトラウマとか、まあ、今世でもそうかもしれないけど、なんかそういう何この滞ったエネルギーっていうのが割と体のいろんなところから、うん、出てるんだなっていうのに気づいた。そうなんだ、面白い。で今ね、自分でもね、自分をヒーリングしてね、それいいね、そうやってるんですけどね。あ、自分でもできるか、自分でもできます。そうなんだ、はい、なんかそんな感じで、この間、うん、キクちゃん、キクちゃんの名前、うんうんうん、そう、なんかね、うん、私の右、左はちょっとなんかネガティブっぽかったの、うん、左の胸は、うん、なんで私だけみたいな、なんかそういった怒りみたいなのが、で、左の腰は、うん、なんて言ったかな、なんか忘れちゃったんだよね、忘れちゃった。でも、あ、左はネガティブ系だなと思ったの、うんうん、で、右がね、なんかね、右の胸はなんか、あ、もっと楽しい
楽しみたいみたいな、もっと楽しもう、あ、右側はね、そう、もっと楽しんでもいいのね、そしたらね、右側の方がね開いてるんですよ。そういうことなんだ。どっちかっていうと、そう、左の方が何かその過去性のことが引っかかってたりとか、まあ、今世のことだったり遺伝的なものとか、うんうんうん、そういうので、あの、なんていう、そのネガティブなエネルギーが、なんていう、こう蓄積されてるっていうのかな、そうなんだ、うん、なんかね、そういう感じ なので そこをやっぱり解消していくとよくて、うんうん、そうなんだ、そう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 、だからなんかね、左ばっかりね、リンパでもそうだけど詰まりがちなんだよね、うん、そういうのがあるなんかさ、私もそれもう日々気づきなんだけど、うん、なんかここがねやっぱりね詰まってるのよ、右側の喉、喉、うん、で何かなと思ったら、うん、過去世の魔女狩り、おお、そうなんだ、だから通じないように、はいはいはい、繋がらないようにしてる、こう無意識にブロックかけてて、そうなんだ、うん、へっていうのがあったりとかね、でもそれもヒーリングしてだいぶ良くなったんだけど、うん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 、そんなことがありますよ。へ、そうなんだ、喉っていうところに何かポイントはあるの、はい、うん、多分人によって違うと思う、ね、そこは詰まりの場所は、うん、うん、はい、ということでお時間でございます。おー、もう時間はどこに書いてあるんだっけ、ちょっとうっすら、ね、本当だ、うっすらと見えた、うん、そう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 、はい、ということで、まあ、今日は夏の、夏何やりたいっていうビキニーズ結成のお話から、うんうん、ビキニーズね、うん、沖縄出張、沖縄出張、沖縄出張、撮影会と、まあ、いろいろと夏の楽しいことだったりとかスピリチュアルなお話でしたね。はい、はい、ではでは次の番組は美肌スペシャリスト幸子さんのビューティーアドバイス、フォト色さなえさんと笑顔の話でございます。はい、それでは皆さん暑い日が続きますが元気にお過ごしください。はい、はい、ではでは、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。